ツ屋の車の話始まりました。はい、ありがとうございます。今回はですね、まあ、お二人のテンションがぐっと上がるものをご用意しておりまして、はい、日産特集でございます、はい。はい、僕の100倍喋りますから。もう今日喋っていいですよね。もちろん、まあ、全然いいですよ。さあ今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、お二人をお招きしまして、うん、フェアレディ Z を徹底解剖していきたいと思っております。題してフェアレディ Z スペシャルでございます。これはもうさ、これだけでさ1年は持つね。思いますよ。全然持つでしょ。持つよね。全然持つ。はい、今年の1月に行われました東京オートサロンで、うん、7代目が披露されましたこのフェアレディ Z ですけれども、はい、どういう進化を今まで遂げてきたのかということを、うん、まあ、ちょっと紐解いていきたいなと、歴史を振り返ってみたいなというふうに思います。はい、まずはですね、昭和にデビューした Z、 こちらでございます。Z30、この3つで、初代の Z が1969年に、うん、デビューを飾ったというか、の一番上のものですね。うんうん、この形だったんですよ。これ本当は空力的には最高速が伸びるんで、チューッとしたノーズになってでしょ。うんうん、ところがよく見ると口開いてないじゃないですか。うんうん、電気自動車みたいじゃないですか、ある意味。うんうん、冷えなくって。冷えない、冷えない。これをチューニングカーベースに使うと結構苦労するっていう。あ、冷えないよね。冷えないです。はい、この初代 Z のこの誕生秘話というか、どうやってこういう車を作ろうっていうふうになったんですか。うん、私は思ったわけじゃないんですけど、その50何年前に、アメリカ日産の当時社長がね、うん、片山さんという方なんですけど、うん、やっぱりこうアフォーダブル、要は安めっていうわけじゃないですけど、ちょっと頑張れば、うん、なんとか手に届くスポーツカーを作ろうと。それは別に日本人もアメリカ人もみんなそういった、うん、なんとなく、よし一生懸命働いて買おうって言ったところに値段を置いた、もうこんな高いスーパーカーじゃなくて、うん、この辺のスポーツカーを作りたいっていうのが始まりです。うん、いやもうこれ1969年って、はい、僕は高校3年生ぐらいですよ。うん、でその時に僕はもう僕の時代って高校まだ16で靴下に乗れたから、うん、もう学校に自動車部があったんですよ。で自動車部の連中がおおっつって、うん、で金持ちがいたんですよ。うん、埼玉県の小サビってやつがいたんですけどその小サビが実はこれを買ったんですよ。240もう最初のやつですよ。びっくりしましたね。その頃はスバル360に憧れていた僕らが、うん、突然そいつが Z と乗ってきて、どういうことですかって、もう憧れの的。いやもうすごいですよ。すごい。だからもう本当に、まあ僕らもそうなんですけども、まあ僕らも当然、まあ僕らね10代後半だったんですけども、20代30代、まあ、今はね言われたように憧れでしたね。そうだよね。240がオーバーフェンダーで432がエンジン違うんだよね。そうです。そうですね。432はね、そうなんです、GTR のエンジンをそのまま乗っけてたとか、はい、S20 だよね。はい、音が全然違うもんね。でも普通の Z が一番なんか、まあ、L 型っていうのは、うん、そのさっき言った頑張れば手が届くためにのエンジンとしては、うん、SOHC でもよかったんですよね。うん、で日本は、まあ、5ナンバーの規制もあったから、うん、なんちゅうかな、2リッター 2000cc、うん、だけどこれはアメリカで売ってた当時の 2400cc を乗せた、ちょっとまあ240っちゅうぐらいで、うんうん、でもはあ、これ後でぜひね、スタッフに入れてほしいんですけども、うん、この Z の凄さっていうのは今の新型 Z にも通じる部分があって、はい、内装の凄さなんですよ。へえ。僕一番最初これ見たのはソニービル、うん、西銀座の、はい、ソニービルにこれ飾ってあったんですよ。うん、夢のような車だと思って、どんな内装なんだろうと思って見た時に、こう3連のね、うん、あ、ね、はいはい、なっててこういうな内装の中だった時に、それまではそれこそフェアレディ Z の前のフェアレディだった、はい、フェアレディみたい な、 なんか、まあ、よくある武骨 な、うん、そのなんかイギリス的な、ね、MG 的なものの中で夢のように見えましたね。
だからこの後ぜひねインサート見てほしいんですけども、うん、内装が素晴らしかった、うん、かっこよかったですよね。いやかっこいい、手が出なかったもん、まあ、もうとにかく人気で世界総販売台数55万台を超えたという、うん、もう売れに売れたという、これはあのスポーツカーとしてはとても多い数字だったんで、うんうんうん、まあ一番売れた部類の一つだったですね。本当にやっぱりそこは頑張れば手に届くっていうぐらいで、当時のまあ大卒の初任給が3万台っていう時に、うん、まあ日本でも80万なんですけど、うんうん、まあ、でもなんとなくそれが課長さんとか部長さんの給料ぐらいになると、なんかちょっと買える、2、3ヶ月我慢すると買えるかなとかみたいな。あ、そうですね、これ実は今も同じような設定にしてるんですけども、やっぱその頑張れば手に届くっていうところがちょっと日本的でいいじゃないですか。やっぱ頑張らないとっていうことで、さあそして、はい、2代目、2代目見てみましょうか。こちらでございます。1978年に2代目 Z 誕生、これ130っていう型式では言ってたんですけど、これはまあいわゆる今の初代の S30 に対して同じような画台、同じようなエンジンを使って、うん、でもちょっとおしゃれにこれマンハッタンカラーなんて言ってたりとか、ティーバールーフって言って、あったあったあった、ちょっとこうそのままシュッとこう出れる、うん、頭ゴチンってやらないような、うん、これはそうですね、ティーバールーフ、あったあった、これあのなんかエンジンもありましたよね、あの丸、はい、うん、で実はこれをこの2代目の思い出があって、うん、今よく見れたらうちの親父が最後に乗ってた車なんですよ、うちの親父も僕と一緒で、無駄遣いの王様でずっとあのクラウン乗ってたんですね、クラウンを5台ぐらいかな、ずっと乗り継いでいて、まあ、それこそ、まあ、高齢になって最後にいや Z 乗りたいなって言って、これを最後に乗ったんですよ。130だったんです ね、だからものすごくこの2代目の Z に対してはなんか親父の思い出があって、もう本当になんか憧れっていうかね、うんうん、なんか親父を思い出して本当に夢の車でしたね、うん、そして土屋さんどうですか、この2代目に関してはあんまり記憶がない。いや、そうですよね、なんか世間からは歴代の Z の中で影が薄いという噂もありますがっていうふうに取り返してます、ね、ちょっとマニアックな話していいですか。圭一、うん、さんさ、はい、うちの S ドライバー加藤博士知ってるでしょ、はい、これ担当してたんですよ。あ、そう、だから割ときっちりまとまっていて、うん、S30 はちょっといろいろドライブシャフトがねとかマニアックな話の時に、S30 はそういうのを直って走りやすくなりましたっていうのが、うん、あ、その走りに関しては、はい、Z30 よりはこっちの方が全然 S30 よりね、うん、初代よりね走る、うん、でもこのデザイナー俺大変だったと思うよ、うん、それでも40数万台50万台弱まで売れてるんですよ。影は薄いけど数は売れた。初代のさ、初代がやっぱり名車じゃないですか。はいはい、で名車すぎて、うん、それを背負って2代目を作るっていうのは、こんなにデザイナーとしてはプレッシャーないと思う。うん、で、まあ、多分いろんな意見を聞いちゃうんですよ。うん、例えばこれって最近一番最初に出てるもんなんかちょっと太った感じがするね。うん、ちょっと贅肉がついてる。うん、でこれっていろんな意見を聞くんですよ。多分あの各ディーラーからもう少しね言ったりしたい、あの例えばアメリカだとうちのね主人は太ってるからと、そうするともうちょっとゆったりした方がいい、ちょっとねあの200旅行に行くんで一緒になんかカバン入れたいとかって言うと、あ、そうですかって、もうねよくデザイナーが陥るね、あのなんていうかな、あのなんか聞くんですよ、購買者の声っていうの、あれ一番ダメなんです。聞きすぎちゃう。どうですかね、そうですね、聞きすぎる、うん、がゆえのなんかジレンマみたいなのが、そういうのありますよね。あります、あります。だ今の Z、まあ、ちょっと今って、まあ、ちょっと前に生産終わった Z もそこです、うん、それはデブだったんですよあれもちょっと僕はデブでなんかちょっと待てよってしたら、その時にあのデザイナーの人が同じこと言ったんですよ、うん、これテリーさんゴルフバッグ2個入りますか何言ってんだと思ったんですけど、俺もそれ俺も大人だから言えないから、うん、いいですねって忖度してるな。そうなんだ、僕もね意外とね世の中こう回ってきてますからね、うん、いやだけど忖度するんですよ。初代がかっこよすぎたわけ、うん、そうなんだ、シンプルで 30Z は、うん、やっぱこう漫画にもなってる、アニメにもなってるっていうぐらい強烈なインパクトだったんだよね。ワンガンミッドナイトだよ、うん、で3代目、そして3代目見ましょうか、うん、1983年、うん、3代目 Z 誕生です。だいぶちょっと雰囲気変わりました、ね、これね S、う
30とか130から型式がそれこそこれで Z って名乗り出して Z31、うん、初の V6 だったんですよ、うん、ああそっか、これが V6 を乗せ、これね実はややこしいんですけど、うん、V6 を乗せたところから途中で RB のまた直録をやってたりするんですけど、うん、とにかく Z は初めて V6 乗せたのがこれだったんで、うん、まあまあちょっとノーズが短くなり始めるんですよね、はい、うん、でこれ今実は中古車ですごい売れてるんです、うん、売れてるっていうのが人気上がってきてるんですよね、うん、だからなんていうかな、こんなこと言っちゃうと怒られるけども、なんか醜い秋の子が時を経つとなんかかっこよくなってくるみたいな、うん、そういうのでね、僕は決してこれ悪くない、うん、これねリトラクタブルっていうのもちょっと使ってたりとか、まあ、当時のある意味の流行りも ね、 ね、ちょっとこう入れたっていうのが、眠そうな顔してるでしょ、うん、なんかこういう感じですね、だからか中途半端なリトラクタブルなんですよね、ライトが見えてるちゃんとないですよこれ、ちゃんと目つぶれよって感じがするんですよ、どっちつかずなんですよ、うん、で今ってねみんな余裕があるから心に、うん、当時は許さなかった、うん、当時は許さなかったんですけど、うん、あれこのなんか眠そうな顔結構可愛いじゃんって、ね、そうそう、この半目結構人気ですよ、めっちゃ可愛いなと思いますよ、うん、トロンとした顔が、うん、そうそう人気ですよ、はいはい、そういうのが世の中って面白いんだよね、うん、じゃあ4代目の Z 見ましょう、はいはい、これはかなり、うん、当時ミッド42っていうミッド4のそのミッドシップのそのなんていうかデザインをモチーフにっていうところも入ってるんですね、うんうん、スーパーカーを見た次に感動したのがこの Z3 に、うん、いやこれそうなんですね、これあんま大きい声で言えないけど某スーパーカーメーカーが、うん、あのライトを採用していただいてますからね、あそう、ああそう、どこでスーパーカーメーカー、ピーこれ入るの全然 OK どこですか、いやでもアルピーナもどこですよね、まあ、でも完全ミューじゃないんだけど、うん、やっぱライトって何億円もかかるんですよ、うん、型とかなんとかとか、うん、これライトを少量のメーカーって全部作れないから、うん、じゃこれちょうどスラント合ってるからこれ入れようって言って、ね、そのスーパーカーに採用してくれてるんです、これかっこいいよな、いやこれはもうバブルの頃ですげえもうなんかもう女の子キャーキャーですよ、この時代の Z はこれ売れてました、歴代で一番売れなかった Z、 売れなかった、そうですよね、売れなかった、かっこいいけど高くなって、うん、みんなが悩んじゃった時代なんですよ、高かったんだ、庶民の頑張ればの頑張ればが、うん、さらにちょっと頑張んないと買えない R3 に GTR と同じ値段、あそう、うん、悩むでしょ、悩む、あとあっちへ行きませんでした、シルビアとか、なのでスペシャリティがあって、うん、4気筒の200万があると、うん、500万の Z は、ね、うーんって、うん、プレリード行っちゃうかな、シルビア行っちゃうかなって、あっち行っちゃうんですよ、86行っちゃうかなってなる、当時の86ね、この辺から実はスポーツカーの冬の時代も僕はあったり気がするんですよ、うん、いや出た時は良かったですよ、うん、まだバブル、まだね、95、6バブル弾ける、うん、怪しくて、うん、引っ張って2000年だったんですよ、そうなんだ、そういうことなんです、だから意外と数自体は、まあ、売れない方だったんですよ ね、 なるほどね、あとこの頃って実は Z が年を取ってきたと思う、うん、Z という名前が、うん、あだけど、うん、やっぱ Z って日産イコール Z じゃない、うん、GTR だったり、それはでもね普通の街行く人は、うん、あ Z 親父の車とかっていうんで、なんかなんとかな、年を取ってた僕は気がするんだね、うん、いやだけどこれはねいい車でしたよ、足回りから何からバランスもいいし、うんうん、だけど我々からすると、うん、この Z に500万だったら、うん、32GTR 買う、まあ、あら言っちゃった、いやそれが私も同じ選択で、当時サラリーマンでしょ、27歳だったんです、うん、どっちも500万出してたんですよ、乗り出しで、うんうん、32GTR 買いました、よく買ったね、 32Z の方がモテそうだな、まあそうだよね、でも 32R の方が速そうだな、うん、速い方取ったんですよ、あとそしてじゃあ次は5代目の Z、 5代目ね、これ2002年に誕生しました、うん、はい、これは、実は、日産が一応ちょっとややこしいことになって、うん、よし新しく出直すぞっていう頃に、うん、またもう一回この頃起きた大きな話っていうのは皆さんもちょっとは知ってると思いますけど、うん、いずれにしてもその会社が起きたことと、うん、もう一つ Z に起きたことは、うん、スカイラインと同じ型を使ったんですよ、
あ、なるほど。やっぱり車ってあの頑張れば手に届くっていうさっきの Z32 のちょっと高すぎたよねっていう反省から、うんうん、スカイラインと同じエンジン、うんうん、まあ、アメリカではインフィニティの Q なんたらって今売ってるやつと同じ画台、もちろんホイールベースは短くしたり、うん、こういう風な形にしますけど、うん、すれば安くなると、うん、3万ドルぐらいで売ってたんですよ。うーん、この車、この Z はいいね。いや、トルクもあるし、パワーもあるし、でギア比も結構ね、下からもうアメ車みたいにガンガン来るし、ね、これはもう特にはテールランプもね、ブーメラン形で、これは井出さんどうですか？あのこのデザインは秀逸だと思いますよ、うん、あのこれアメリカのデザイナーがやったんですけど、あ、そうなんですか。で、まあ、当時その、まあ、これもだからあの当時は当時的には、うん、あの初代をできるだけオマージュしながら、うん、あの作っていって、でもこの時はやっぱりその2000年で、うん、まあ、日産これからちょっと復活するぞっていう、うん、なんか強い思いがあって、うんうん、だから割とオマージュというよりは割と新しめに新しい Z をこう出していくぞっていう、うんうん、この5代目は本当に憧れたな。これは売れたの？これがそのおっしゃるようにちょっと落ち目だった Z さんに、うん、Z さんに人気もあるしかっこいいって言っていただいたんですけど、うん、高い、まあ、ビジネスとしてはちょっとあんまうまくいかなかったんで、うん、やっぱりこれでもう一回復活、商売もうまくいったっていう状況になりました。さあ、そして、うん、そしてじゃあ6代目見てみましょう。2008年に6代目 Z 誕生です。デブなんですよねこいつ、うん、デブだよね。デブ、なんかこう贅肉ついた感じがして、なんかこうずんぐりむっくりしてんですよね。そうそうそう、うん、これなんでこんなっちゃったんですか、うん、これやっぱり聞いちゃったんでしょうね、意見を。あ、やっぱし、はい、そうですよね、自分でやってないから好きかって言ってるけど、いやでもね、そういうのってあるんだよ。やっぱりね、サンサンからなんかずんぐりむっくりしてきたの、 Z が。 あとやっぱなんとかな、やっぱよそのスポーツカーがさ、例えばそれこそどんどんポルシェにしてどんどん大きくなっていくから、うん、うちもなんか、うん、大きくならなきゃいけないみたいなさ、うん、これはもうなんか今の SUV の現象もそうなんだけども、うん、周りがさ筋肉つけてるわけじゃない、ね、ダンベルやって、うん、そうするとなんかちょっと細マッチじゃダメなのみたいなさ、そういうなんか圧迫みたいなのとか、うんうん、あとマーケットでねそうなっていっちゃうとあるのかな、うん、最新作7代目 Z、うん、やってまいりました。これはもう Z30 を彷彿させますよ。これを作ろうと思った、まず最初はいつ、それでどういうことって最初に話し合いがあるんですか？うんうん、あのね、まあ忘れもしない2017年3月1日、うんうん、手書きの鉛筆書きの、ね、うん、メモをある役員のところに持ってって、うん、やっぱり Z やろうよと、うん、日産の魂じゃんと、うん、あのいろんなことが起きる前だったんですよ、はい、だからその何か起きてやろうっていうんじゃなくって、うんうん、でも予感だったんですかね、やっぱりこのまま GTR で人生終わるわけにはいかないっていうのと、自分がなかなか買えないぞと、1500万、うん、2600万やっといて言うのもあれだけど、うん、頑張れば買える車、うん、頑張れば買えるスポーツカーってなると、やっぱりこうこのぐらいの500万600万、うん、7桁商品にしないとまずいんですよ、うん、それも中盤ぐらいのね、うん、だけど、はい、400R のああいうエンジンやる、うん、そういう時私ね、テリーさんで申し訳ないけど、お客さんの意見みっちり聞くんですよ、うん、だって欲しいって言ってんの、うん、まず第一、うん、ツインターボ乗せようよ、今までノンターボだったけど、うん、ツインターボ乗せよう、マニュアル欲しいんだけど、うん、マニュアル乗せようよ、続けようよ、うん、って言って企画書書いて5行ですよ、うん、という車作りましょうって、うん、ダメって始まってダメに決まってるじゃん、ああそんなお金あったら次の GTR の頭金してよとか言われて、ああいや欲しいって言ってる間になんか世の中がガラ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 音を立ててこう動き出したら、ああもうみんながねやりたいやりたいって言うから、かなり通常のプロセスを全部かっ飛ばしていきなりダイレクトにデザインのトップのところに来てこうやらせてくれと、ああえ書いてって、ああいやいやいやってみんな言うじゃない、でもあの人もトップいいよって言って、あそうやっぱり粋に感じるか、あ怖かったのかね、なんかこう危機迫るじゃないですかたまに私、うん、おーってくるから、うん、っていうかね、やっぱりさっきの話じゃないですけど、みんな Z やりたいんですよ、やりたいんだよ、うん、
スポーツカーやりたいんです、うん、そうだよね、まあ、いろいろしがらみあっても華やかだもんね。そうなんです、やりたいんです、みんなそれを思ってるんですよ。いやだってさ、日産から Z と GTR 取ったら何もないよ。すごい本当に いっぱいありますよ、アリアとか。あるけど、まだあるよ。やっぱこれ日産の宝であり国の宝だよ、これ。オーラあるじゃないですか。オーラ、オーラありますよ。いっぱいあります。ありますよね。まあ、ケンさん真面目に、自分が日産勤めてるから言うわけじゃないけど、ああいう車も Z と GTR があるから、そういうフィロソフィーとか、まあ、タイヤじゃあどうやって使うかと、うん、アリアなんかもう GTR コピーしてるわけですよ、うん、どうやってタイヤの摩擦炎こう使っていくか、うん、もちろん摩擦炎の大きさは違うけど、うん、こここういう風に使うよね、ここのサスペンションこうやるよね、うん、四輪駆動のシステムこうしようねっていうのを見てますもん、うん、だから乗りやすくなって、うん、うちのシャシーって大体いいじゃないですか、うん、大体、うん、そこはやっぱり GTR と Z があるおかげはあるんですよ、うん、思うな、俺は絶対そう思う。やっぱこう日産からさ、うん、Z と GTR がなくなったら普通の自動車メーカーだよ、うんうん、そうそう、いや本当に、はい、そうそうです、私もそう思ってます。これは最初にね、これなくしちゃいけないの、僕が最初にこれ見たのは、まあ、ベストカーでホンダの出るって時、うんうん、こんなかっこいいのが出るんだと、うん、頼むからこのまま出てほしいってよくあるじゃないですか、うんうん、最初の時と市販するとこんなに変わっちゃいましたって、あ、いろいろありましたよ、うん、そういうの見てるから、僕は正直言って GTR もあったんですよ、うん、最初に GTR 見た時、あの復活した時、うん、かっこいいなと思ったら、うん、市販された時意外と普通になってきたんですあの心で何これっていうのあるね、あのまあなんか柔らかくなってきて、3に GTR、うん、えかっこいいじゃない、33じゃないのそれ、多分33のこと言ってね、丸っこくなってデブになったの。あ、今のですか。今のコンセプトからだんだんこう、まあ、変わりましたよね。コンセプトからしたら変わりました。コンセプトを僕は最初に見た時、うん、本当にかっこいいと思って、うん、それがいろいろ聞いたら、いろいろ、まあ、いろいろありましたよって言って市販車になっていくわけですよ、うんうん、もうそれを思ってこのまま出てほしいと本当にね泣いてました、私このまま出しましたよ、出しました、このまま出しましたよ。いやだからこれはすごいと思う、この時代に日産のこう底力を感じる車ですよ、これ本当に。これは普通だとやっぱり自動車メーカー勇気がないの、いや こんなことできないの普通は、この時代これから電気自動車になっていく時代でしょ、ない、いやもうそれはやっぱこう今これを出すってさ、もうなんか日産の意地を感じます。ケンさんよくぞ言ってくれました、もうねその嵐なんだけど、うん、やっぱりそこが日産、自分で言うけど、うん、そこの DNA ってちゃんとあって、うん、やっぱりやろうよがやっぱりいるじゃないですか、はい、そういう地下組織なんなりをこう集めてくると、うん、それなりにでっかいパワーと勢いになるから、経営者たちも納得してくれるんですよね、うん、いやだからそれはさ、田村さんみたいな熱い人がいるからじゃない。だから心配なのは、田村さんみたいな熱い人がいなくなった会社ってどうなるのかなだからそこが俺は心配なの、うん、だってこの人走り屋ですからね、元は本当に厄介な男なんでしょ。いや、厄介どころじゃないですよ。だから車が大好きなの、うん、大好きです、大好き、走るの大好きです。もうちょっとさ、喋ったってしょうがないから見に行きましょうそしたらそのこのニューゼット見てみましょうか。行きましょう、見に行こう。さあ、ということでニューゼット7代目となりますフェアレディ Z の現物を持ってきていただきました。すごいね、かっこいいよね。いやもうかっこいい、もう神ですね。いやもう震えちゃいますね。本当にね、泣いちゃう。泣いちゃう。本当にすごい。ね。うん。普通ね、前にするんですよ。はい。後ろに本当だ、ね。なんで本当だ。もうね。やだやだ本当だ。お二人がここが大好きでしょうがないんですよ。ここの話が。ということですよね。もうね。うん。9割この子をやってる時。うん。うん、あ、こういうこと言うとまたなんか放送禁止。いいよいいよ。なかなかいい。してるよなって言いながらも、お尻、お尻してるって何回もやり直して、もうね3回はやり直してるから、ね、そのために遅れてますから、これ出すためにフェンダーの流れとか、うん、下がり方、それもちょっと下がるとか、うん、あんた説明したら、はい、いやいやいや、本当にもうここのね、この何とも言えない筋肉質なんだけど、うん、あの決して
ボディービルダーのような、うんうんうん、やりすぎていない。そうだ、ね、で我々ちょっとアスリートみたいな形にしてくれっていうふうに、ん、あのモデラーの人にお願いしてたんですけど、はい、まさにこう引き締まって、うん、筋肉あるんだけど引き締まってる、うん、それとあとやっぱりこの高さですよね、うん、テールエンドの高さ、はい、ここをどれだけ低くするか、うん、これ実は低いと空力悪くなるんですよ、うんうん、あ、そうなんですか。高い方が空力がいいんですね、田村さんね。こうちょっと上げといた方が、うん、高速で安定性はいいんだけど、うん、分かった、もう空力無視していいからかっちょいい方が行こうって言って、うん、スポーツカー、うん、GTR みたいなのは機能でデザインするけど、ね、フェアレディ Z は機能じゃなくてかっこ優先じゃんっていう風になって、貴婦人ですからね。はい、そうです、うん、でもう本当にこだわりまくってで低くさせてあげたので、うん、ワイド&ローのこのリアビルができたと。ごめんなさいね、だからこれスポイラーついちゃってるやつは空力グレードの方なんですけど、うん、まあね、あのグレード2つあってスポイラーないやつとあるやつ。僕は個人的にはこの流れから言ってスポイラーはかっこいいと思ってないんですよいやだから本当はこれがない方がなんか逆にスッとして、うん、なんか僕もいらないです。これいらないですよね。いらないです。いや、こういうところで言っていいのかな。いやいや、いらないです。いや、でも大事なところなんですよ、ここ。しかも、うん、これないバージョンは、うん、このフェアレディ Z、 これ、うん、これ初代と同じネーミングなんですけど、はい、これをトランクの上に斜めに置いてある。かっこいい。あ、そうだよね。それも初代がそうなってたんで、ね、これ本当にグッときますよ。はあ、いや、いや、これないとさ、うん、あ、アウディの TT クーペみたいにやばくない？よくご存知。初代じゃこれ知らない人はあるんですけども、はっきり言うとアウディの TT の最初の時ってこれなかったんだよね。ベースグレードはアメリカではリミッターが220キロでつきます。これあると250まで上げられます。なのでどうしても最高速上の保証はこれないとできないけど、いいじゃん220なんか出さないからっていう人はこのそうだよ、ね、ないです。あ、なるほどね。アウディの TT もこのウイングつけてかっこ悪かったもんね。あれはあの流れの中でさーっとなんかもう砲弾みたいにね、ない方が全然スッキリしてる。それでなんかさ、いろいろさ雑誌で書かれてさ、なんかひっくり返るとか言われてたんで、あ、泣き泣きつけましたよね。ここだからやっぱりあのこういう流れがこう彼が説明してくれた、この膨らみをやったりするとこういうところで乱流起きるし、ましてや下げちゃうとここにも欲しいとかいろんなことを空力屋さん言うじゃないですか。それをあえて、だから最初にお出した、うん、このままデザインしろ、このままデザイン出せよって言った、うん、あのプロトにはついてないんだよね。そうですね、ついてない。いや、僕もあの、あ、つけちゃったんだと思って。つけちゃった方のグレードもあるし、うん、つけない方のグレードもあります、うんうんうん、もうあと、もう個人的に言うとこの幅がね、この幅がもう2センチぐらい短い方が、薄い方がなんかもっと感じは僕はしたんですけど、それはどうですか。これね、結構これ吟味して実は、うん、あのいいところにあの気づいたと思うんです。これね、逆に薄くしすぎると、うん、S13 みたいになるんです。ああ、シルビアになっちゃうんです。ああ、なるほど。はい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 、そこだったんだ。そこだったんです。なんかでもテールランプは小さければ小さいほど僕はセクシーっていうのがあって。あ、なるほどセクシー。いや、でもすごい大事。それこそ貴婦人じゃないですか、うん、はいはい、やっぱね、いいお尻って言うんだったら、うん、やっぱ細い方が引き締まった感じがする、うん、またボテッとした感じがするから、なんか細い方がさらになんかお尻がヒップアップしてる感じがする。キュッとこう、でもかっこいいよ。かっこいいですよ。いっぱいの方はそう、こっちの方がいいと思うんですけども、僕的にはもう2センチ薄い方が1センチずつですね、うん、それはあのポルシェやってますよね。はい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 、はい、やってますね。やってます。薄いやつ、ね、薄い、まあ、あっちの方がかっこいいよ。やっぱり日本の車はどうしても、ね、ブレーキランプを大きく下があるから。これランプつかないんですかね。これランプ今つけてみる。ランプつかないですかね。あ、おお、いいじゃない。ほら、綺麗じゃない。素敵、綺麗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 。これね、やっぱり後ろに注目して、うん、もう9割時間使ったって本当の話なんだけど、ね、何回も何回も変えたっていう理由があって、うん、やっぱ人のお尻、テールを見続ける時間って長いんですよ、ね、うん、確かに。やっぱりこう渋滞があるとかなんとかで、ね、いろいろ考え事するのはやっぱり後ろなんですね。シンプルですね、うん、そう。そしてちょっと、ね、正面もありたいと思うんですけども、はいはい、前も見ましょう。
まあ、斬新ですよね。かっこいい。本当斬新。あのちょっとこのカメラさんここ見てくれる？ここですよね。先ほどね、あの、はい、井出さんが言われてた、ここの部分を真っ黒にしてちょっと重くなる、うん、重くなっちゃうね。はい、で、男性はこれちょっとね、この色にして、うん、で、ここの四角、ほら確かに真四角、これはこれかっこいい、斬新、これは結構勇気だと思う、うん、で、僕はこのね、まあ丸もちょっと見てみたかったなってのは個人的にはあるんですけども、うんうんうん、ライト、このなんとかな、この葉っぽいね、うんうんうん、なんかこのアイライン、うん、なんとかな、この湖に浮かぶこの葉っぱでできたか、葉っぱみたいな、あれじゃない、小ぶれ、あんな感じがして、これよく持ってきたなって。で、ここからちょっと見てください、ほら三連ほら、はい、三連、三連、ここからこの三連がこういう風に見えるんですよ。これはもう Z30 と一緒だよね、うん、これキャリパーの色見ました？いや、スポーツカーはやっぱブレーキ重要、うん、本当に。これヒデさん、はい、あ、ボディと同じ色してますね。そうなんですよ、はい、これ実は、はい、このキャリパーのメーカーの社長さんが Z クラブの会長さん、で、うん、ボディカラーと同じ黄色に特別にしてくれてます。このこれね、限定だけなんで、ごめんなさい、この限定240台だけで終わりです。いいね、緊張するめっちゃ緊張するご意見を、なんか久しぶりになんか車を触ったらこんななんかすごいいい車が乗っちゃって、すごい緊張する、うん、中に入ると、うん、かっこいいわ。なんだろう、なんか操縦機関の中にいるかのような、うん、かっこいい。いやかっこいいな、ね、かっこいいよね、いい感じ、いい感じ。じゃあちょっとお願いします、土屋さん、はい、かっこいいじゃん。あとこのなんかさ、このシートのこの横の黄色がまたいいんじゃないですか、いいんじゃないですか。メーター雰囲気出てる、ああいいね、ああ三連メーターいいね、 Z って感じ。エンジンかけちゃってもらって、エンジンかけちゃう、はい、クラッチ踏んでいただいて、はい、これ V6 だよね、はい、そうだよね、通称継ぎ用メーター。え、なんで継ぎ用が考えてくれた。あ、そう、そう、へえ。レッドゾーンがこう上から緑黄色パチッとあったところと、うん、レッドの7000があったところでシフトアップとか、うん、ああ、なるほど、やつのアイデアで、彼のアイデアで。あ、そう、はい、いいじゃない、かっこいい。メーターもかっこいい。で、例えばこれを、うん、これをエンハンスなんていうのにすると、うん、ちょっとこれなんかいろいろな情報を真ん中に置いて、うん、一応タコメーターも見えるんだけど、はいはいはい、で、まあもしかしてワインディングとかサーキットなんか行ったりして、うん、スポーツ行くときはもう真ん中にタコメーター置いてと、なるほど、ね、スピードメーターと、うん、まあ、ギアの位置と、うん、エンジンオイル、はい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 、もちろん水温、うん、しかもバカでしょ、デフオイルまで温度がいいねで、ここなんかも見ていただきたいですけど、ブーストは普通ですけど、うん、はいはい、今度タービンの回転数ゲージっていうのを入れたんですよ、うん、へえ。宇宙人選手とタービンっていろいろブーストとかコントロールするけど、うん、タービンの回転マックスまでは見ないんで、見ない見ない、やっぱそういうことも知ってもらおうと、うん、昔日産が32にイオン系つけたでしょ、うん、これでオイルクーラーとか売れるようになったじゃないですか、うん、あれと同じで、ターンももう回転数守ってねとか、あ、はいはいはい、こういうやっぱりお知らせしてみんなに理解してもらおうと思って。なるほどね、まあ、まあ G メーターがあったりとか、この G メーターいいね、はい、ね、はい、サーキット走るときなんかね、はいはい、いやかっこいいわ、うん、かっこいい、かっこいい、いいんじゃないの、ちょっといいんじゃないの、いいですか、いいよ。うわ、メーターもなんか雰囲気あるねえ、うん、泣いちゃうなこれ。ちょっとね、ちょっと私実は気になるところなんですけど、はい、正直言ってね、これあれですね、ガソリンなんですけども、はいはい、大きいよね。大きい、確かに。え、なんでこんな大きいの。ちょっとそこはちょっと気になるんですけど、うん、なんでこんな大きいの。まあいろいろ事情がありまして、はい、まあ、その一つはこの位置がもう決まってたんですね、はい、で、はい、それに対してこの膨らみをできるだけ外に外に、うん、はい、作ったがゆえに、はい、
どん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 この大きさが大きくなってそうか、もっと絞り込んでたら、もっと絞り込んでて痩せっこけてたら、うん、ここに近い位置だったら小さくて済むんですけ ど, ど, どん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 この位置からここまで離れていくっていうことはいつ気づくの。いや最初から気づいてたんですけど、気づいてたんだけど、はい、だからどうする、フェンダー出したら、うん、これ丸いのでかくなるよけど、なるほど、いやいやいや、もうしょうがない、うん、これ見るとさ、なんか電気自動車かなみたいな、あ、いや俺もプラグイン、いや俺もさ将来的にね、うん、なんかあ将来的に電気にもできるよね、できるように、さすが深読みっていうふうに俺は思ったんですよ、うん、あこれね、それかなと思って、でも気にはなんないですね、でも逆にこれはこれでまた味になるっていうか、うん、面白いっていうふうにみんな思い出すから、うんうん、ここちょっとここですね、そうです、トランクオープナー、はいはい、あれはい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 、いいじゃないですかね。僕ねもう一つ気になることが今思いついてしまったんです。何何、前の2台って、はい、オープンあったじゃないですか。ああはいはいはい、ということは TVer 入江さん、はい、ああどうぞどうぞ、はいじゃないですよ、はいじゃない、これの TVer ね、オープンが、オープンは、今のところないです。もう人柄が出ちゃってるから、今のところはないということは将来的にあるってことじゃないですか。それはちょっとコンプライアンス。これじゃ攻めるとね、これ侍さんに先に僕日産さらなきゃいけなくなるんで。でも今のはなかったことでしょ。さあということで今回はとにかく Z の世界を堪能されたと思いますが、はい、いかがでした？いいね。もう本当に日産様々よくぞこの時代に出してくれましたっていうね。本当にそう。今後なくなってくんだよこういう車って。うん、2035年から世界中が電気自動車しか作んないんだから、うんうんうん、よくぞ出してくれました。ありがとうございます。いや本当にありがとうの車、もう日産の底力よこれ。ペリーさんはいかがですか。いやもうすごい最高ですよね、うん、でもこれね正直言ってこのね、うん、やつは200台限定で、うん、もうそれこそもう申し込み終わって、うん、いや抽選になるって1万人以上の方がね、うん、応募ってことなんで、そんなこと言わずに、うん、じゃんじゃん出してほしいですよ ね, ね、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買い取り販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。